元々の極真空手と柔道と足して、そこから発展した柔道なんですけども、その原理として空手があります。でこの空手の技というのが意外に誤診の時に使えたりしますので、それを少しだけ、やりたいと思います。それを基盤にするといろんな動きが簡単にできるようになります。ちょっとそれをやっていきましょう、はい、でまずは全部の空手に共通している正拳突きです。正拳突きをやっていきましょう。足と肩幅、最初の手動かしです。で肩幅に構えてください。足の順番としては絞るような内から外に動き的にはこういう動き絞れるようになります。腰を落としてください。でその下ぐらいに重心で両拳を合わせてください。手を引いてください。肩上がる、リラックス、腰をリラックス。そこからまずゆっくり伸ばしていきます。下のまんま伸ばしていって最後の最後に返します。2本だけが下に行く。で出してた方は自分の脇をこの胴に作れたこの自分の胴体を破るかのように吸ってください。吸って肘を後ろに肘をぶつけるように。どちらかというと引く方が強いです。なぜかというと筋肉っていうのは出すっていう伸びる筋肉がないです。全てが引っ張ることによって出るんですね。脇が開かない。自分の胴を破るように。ちょっと軽くやってみます。